今回ランク戦実況7回目になります。現在はブロンズランク3ですね。17勝20敗で勝率は4割5分9と、ここ最近はまあ勝て始めてきてるんで、だんだん借金もなくなっていってるんで、もうそろそろ勝率5割戻したいですけどね。今回も勝ちだけを求めて戦っていくよ。試合をプレイする前にですね、イベントで手に入れたこちらの契約書、こちらはですね、ベストラインタイトルホルダーの第2弾の S ランク選手が必ず当たる契約書となってますので、これを開封して、そして手に入れた選手を今回のランク戦で使っていきますのでね。この契約書で手に入る選手の一覧で見ていくと、カープからですね、2人菊池と田中で、巨人から菅野智之欲しい、これめちゃくちゃ欲しい、手に入ったら最高ですね。横浜から宮崎、中日からは平田で、ここからパリーグですね、西武から森と田畑で、ソフトバンクから柳田悠岐、これも欲しい、全部欲しい。でもこの中でも菅野と柳田っていうのはめちゃくちゃ欲しいですね。ほんでもう一人森もいますね。で、日ハムから近藤と中田翔で、ロッテからボルシンガーと最後田中和樹、何が手に入るのか、早速ですね契約書を開封して見ていきたいと思いますのでね。そして先ほど言った通り、当たった選手はこの後即使いますから、いや実戦で即使えるような選手がやってきてくれたら最高だ。行きましょう、オープンです。何が来る、必死にイベント頑張って手に入れたんだからね、一番喜べるようなものが来てほしいですけどね。さよならのチャンス来い、S が来るのは分かってる。その S が何なのか、何なんだ、誰だ、菊池、ええー、よー、別に菅野じゃないし柳田でもないけど、ええー、よー、守りがやばい二塁手ですからね、ほっほー。早速当たった菊池涼介をですね使ってランク戦プレイしていきます。ただレベル1でやるのはさすがにまずいので、ストック経験値を使ってレベル46にしました。スピリッツも2234と高いですからね。また特殊能力っていうのもつけているので、まあバッターとしてももうほんと最強ですけども、何よりもねこの選手はやっぱ守備がえげつなくてですね、守りの部分で見ていくと、この守りですからね、後ろに飛ぶ打球はもう菊池がいるから絶対に抜けないと思います。なのでまあ安心感持ってプレイできると思うので、この菊池涼介を手に入れて臨む最初の戦い、勝利で飾りましょう。来ましたね、対戦相手はブロンズランク2のプレイヤーの方でございますね。現在は2連勝中となんか波に乗ってるプレイヤーっぽいんで、勝っていかないとね、勝率も6割か、羨ましいな。俺もいずれその勝率にしてみせる。今日あなたに勝ってね。まずあなたに勝たないと上がらないから。上げていく。そして菊池を使って勝っていく。先発も前剣ですからね、ちょっと広島勢の強さを見せつけて勝ちたいね。選手のランクで見ていくと、今 C ランク映ってたよね。戦力的な部分では僕の方が圧倒的に上ですね。C ランクの使い手がいるとは思わなかったわ。このランクに来てね。まあまあでもそれでいて勝率6割ってことはよっぽどうまいんでしょうねと思います。いきなり A ランクの中村から、まあまあ戦力の部分で勝ってる以上、この対決は絶対に負けられないからね。何よりも後ろに菊池がいるんだから。まあなんかいきなりバントで揺さぶってきたの気なせいかい。うまいよ、うまいよ、あの戦力で勝つのは本当すごいと思う。はい、いきなり菊池のとこ飛んでワンアウトですね。大丈夫、あの辺は安心感しかないから。これまで浅村を使ってたんですけどね、まあ浅村もそこそこ守備能力は高いが、ただ菊池と比べたらね、まあ、違いはありますから。あの辺は抜けない、前剣あの辺ばっかん飛ばせればいいんやね。そっち方面ちゃうで、まあええわ。これで2アウト、楽に2つのアウトを積み重ねて、そして最後のアウトも積み重ねて、まず1回表を終わろう。すごくいい内容で投げていると思いますよ。ストレート、速い球を追いつけるかな、どうだ。よし、インハイ差し込ました。で、また菊池。登場率高いね。まあ、手に入れたばっかですからいい。その菊池はですね、打順2番で、カープと同じ起用法で使いたいと思います。まあ、違う点は1番に大谷がいる。それが俺のチームなんでね。行こうよ。ピッチャーは大瀬良大地ですね。バッターは大谷。大谷が相手だ。抑えれるかな？狙えますよ、一発を。豪快にね。まず何を投げてくるか。まず縦カット。大瀬良結構スライダーがいいんじゃなかったかな。ストライクを取りました。これも縦カット、当てたんだけどね、抜けなかった。さあ菊池です。超プロヒッター持ってるんでね、パワーも上がってる。ちょっとホームランも打てる状況だぞ。初の打席ですからね、これランク戦。
初打席で一発出たらちょっとね、持ってるな。日産この辺りいかにピッチャーを打ち持ってる男になりたい、神ってる男になりたいんで狙えます。ここも攻略するだけの力を持ってますからね。ん、警戒してスリーボール入らんだ。フォアボールはやだね。なんか初打席、うん、勝負来てお願い。高い、これはどうだ、弾き返して、よーし、ホームランにこそはなりませんでしたが豪快なヒット。そしてこの並び、鈴木誠也もおるからね。こっちカープ勢結構おるで、このカープ勢豪華やろ。この豪華な並びで勝ちたいんやが、あーアウトでランナー三塁に行っての、さあ王貞治行こうよ、前回の動画のヒーローだ。まだおるでこのレジェンド。おーいい、あとはフェアゾーンに飛ばすだけだ。縦カット連投で来るね。最後は何で来るの、またまたなのか、スローカーブ、いやーくそー、あとはフェアゾーンに飛ばすだけなんだけど、それがむずい。ストレート、うん、そう来ると思ったわ。なんとかカットできたね、今ギリギリだよ。ここもストレートだが、その配球は間違いだ。王貞治の一撃、ハハハ、参りました、もらったよ。この勝負はもう俺の勝ちだね。いや、やっぱ戦力で勝ってるんだったらね、負けちゃダメだよ。また菊池涼介を手に入れてのウィージンゲーム、なおさら負けられる。結局いろんな選手がいても主役になるのは王なんだね。やばい、あの選手使いやすすぎる。そりゃそうでしょ、プロ野球最強選手なんやけどね。もう3つのアウト取るだけですから、前剣で、行きましょうよ。参りました。だってよ、まだ終わってないよ野球は。最終回で何か起こるから頑張って。うわ、Sランクの柳田持ってるね、ちょっとこれは怖いぞ。そして前剣と柳田は確か同級生、同級生対決はあっさり終了やね。はい、1つのアウト、うん、で5番にロサリオか、何の怖さもないね。ほうほうほう、チェンジアップ2球続けてみようかな、だいぶタイミング合ってなかった今。もう1球、うん、まあさすがにちょっと合うようになってるが、それでもなんかね。じゃあ最後も緩い球、速い球が来るだろうと思ってる流れで緩い球打ってきた。オッケー、配球にはまったね。これで2アウト、最後は西川、まあこれをアウトに奪えば試合は終了だ。行くぜ、理想的なピッチングだと思います。打てるものなら打ってみな、このスライダー。外から入ります、こんにちは。打ってきて、大丈夫、オッケー、ありがとうございました。菊池涼介を手に入れて初めてプレーする戦い、初陣を勝利で飾れたね。これで今季の通算成績は18勝20敗と借金もあと2つということになりました。まあ今回はやっぱ戦力的な部分でさ、僕の方がやっぱ多くの選手を持っていたということもあって勝てたので、相手の方もすごいよね。ぶっちゃけこの戦力で勝率6割ブロンズランクまで保ててるっていうのは相当やっぱ上手いので、これやっぱ逆の立場ならね、僕があの戦力であのプレイヤーに挑んでたら、いやこんなゲームになってないですね。もっと悲惨でボロボロでプロスペースなんてもうやらねえって泣きながら今なんかいろいろと愚痴を吐いてる動画になってたと思うんですけども、まあ、ただこちらの戦力が揃ってて何よりもやっぱ菊池涼介という新たな戦力を手に入れられたこと、最強の二塁手が手に入ったこと、それが大きかったと思いますのでね、今後もこの選手を使って多くの戦いっていうのをプレイして、まあ、ブロンズランク現在3ですけどね、あと2段階上げると次のランクへのまた昇格テスト的なものが来ると思いますので、今週またいっぱいやってですね、次のランク目指してやっていきたいと思いますので、今後の動画もお楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またアボ。